続きまして、海外調達部より海外新製品についてご紹介させていただきます。海外調達部の久保さんを呼んでおりますので、インタビューしていきたいと思います。久保さん、よろしくお願いいたします。海外調達部の久保と申します。よろしくお願いいたします。はい、それでは久保さんにインタビューしていきたいと思います。今年はコロナ禍ということもあって、新製品を企画するにあたって不都合などありませんでしたでしょうか？そうですね、難しい状況ではあったんですけれども、製品化に関しましては1年以上かけて準備をしてきましたので、なんとかカタログ発刊に間に合わすことができました。ただやはり一部コロナウイルスの影響で遅延が発生しております。申し訳ございません。商品製品化にあたって1年以上も前から準備するんですね。今回コロナ禍ということもあって、いろいろご苦労された点あるかと思うんですけれども、今回の新カタログでは海外新製品はどのぐらい導入されるんでしょうか？はい、今回は776アイテム導入しております。新規仕入れ先は28社となっておりまして、さまざまなジャンルの製品を導入しております。776アイテムというと結構多いかなと思うんですけれども、その中でも特に注目の商品はありますか？はい、特に注目していただきたい製品は海外輸入試薬です。はい、海外輸入試薬については専門の部署もアズワにはありますので、ご購入後のフォローも可能になりますね。ちなみに海外メーカーと直接やり取りをしているお客様がいざ海外製品を購入したいとなった場合、アズワは間に入ってもらえるんでしょうか？はい、もちろん海外からの調達をサポートさせていただきます。特に弊社の定期便をご利用いただけますと、ある程度送料を抑えて輸送可能となりますので、ぜひご利用ください。はい、サポート体制もバッチリなんですね。ちなみにカタログに載っていない海外製品のお見積もりも可能になるんでしょうか？はい、カタログに載っていない製品に関してもお見積もり可能です。金額に下限も設けておりませんので、ぜひお気軽にお問い合わせいただければと思います。はい、金額関係なくお見積もりいただけるんですね。ただ海外製品となるとやはり納期が気になるんですけれども、だいたいカタログに載ってない製品ですと納期どのぐらいになるんでしょうか？そうですね、アメリカの製品ですと通常船便で約2ヶ月かかります。お急ぎの場合は2週間でお届け可能となりますが、その場合は航空便を使用しますので別途送料がかかります。ヨーロッパの場合も同様です。納期はだいたい通常で2ヶ月ぐらいとのことですね。海外製品に関してまだまだ気になる点あるんですけれども、ここで海外新製品について動画でご紹介させていただきます。それでは動画ご覧ください。動画お願いいたします。まず海外新商品を企画する上でのコンセプトについてご説明します。大きく2つのコンセプトのもと商品企画を行っており、1つは新規性のある商品の取り扱い開始、もう1つは既存のラインナップの強化でございます。まず新規性のある商品についてご説明します。弊社のカタログに対して必ず欲しいものが揃う、別のものを探していた時に思わぬ発見があった、そういった発見が研究・開発のヒントになったというお声をいただいています。こういった価値を今後も感じていただけるよう、新商品・新メーカー・新分野の商品を多数導入しております。具体的には後ほどご説明いたしますが、新分野として海外輸入試薬の大幅拡充を実施、また各国新規メーカーとの取引も開始しております。既存ラインナップの強化についてご説明します。弊社は米国および欧州において小ロットでの商品調達が可能です。米国においてはアズワンインターナショナルと VWR のネットワークを活用できます。またドイツに本社を置く LLG に加盟しており、ヨーロッパにおいても幅広いネットワークを持っています。こういったネットワークを最大限活用し、取り扱いのなかったサイズ、色、
使用等のラインナップを拡充し、よりかゆいところに手が届く品揃えを実現しております。またカタログにない商品でもネットワークを活かして調達可能ですので、ぜひともお問い合わせください。ここからは新聞や新規取扱いメーカーおよび新商品についてご説明いたします。まず新聞屋についてのご紹介です。今回のカタログでは試薬を独立したパートとして新設しました。アズワンインターナショナルの全面協力のもと、64ページ20メーカー 970SKU の大幅拡充を行いました。アズワンインターナショナルでは日々最先端の研究情報や製品をスピーディーに日本へ届ける活動を行っております。カタログ掲載メーカー以外の製品も含めて50万品目以上の取り扱いが可能です。次に海外試薬に関するお客様へのサポート体制についてご説明します。当社には専門の知識を持ち合わせた営業担当が日本、アメリカの両方におり、いつでもお客様をサポートできる体制が整っております。海外試薬のお問い合わせがあった場合は、まずお近くのアズワン営業担当者にお問い合わせください。続きまして新規取扱いメーカーおよび新商品のご紹介をさせていただきます。ACR システムズはカナダのデータロガー専門メーカーです。超小型のボタン型データロガーと小型大容量のポータブル温度ロガーの取り扱いを開始しております。温度記録の幅広い用途にご使用いただけます。テラジーンはアルゼンチンの殺菌および消毒のインジケータ専門メーカーであり、60カ国以上に製品を供給するグローバル企業です。最新テクノロジーを持ち、他社にはない独自の商品をリリースし続けています。次に実験室ではおなじみのパラフィルムについてご紹介です。昨年からアメリカのベミス社の正規代理店となりました。それに伴い定番の2種類に加えてワイドタイプの取り扱いも開始しております。次にオールプラスチックディスポシリンジです。今回滅菌済み個包装タイプを追加しました。従来品と同じ製造メーカーでありながら、調達ルートの見直しによりバルクパックよりも安価な価格になっています。イタリアベルプ社の試験管ミキサーウィザードをご紹介いたします。最大の特徴は赤外線センサーによるオン・オフ操作が可能な点です。このため試験管を本体に押し付ける必要がなく、手首の負担を軽減でき、コンタミネーションも防止できます。次に電気炉をご紹介いたします。扉が上下に開閉することで小スペースでの設置が可能です。また扉の裏側が作業車に向かないので火傷を負うリスクも低減できます。4名ヒーターによるスピーディーな加熱により 2.5 リットルで15分、 8.2 リットルでも30分で900度まで到達します。はい、ご視聴ありがとうございました。海外新製品についてのご紹介は以上となります。久保さん、ありがとうございました。ありがとうございました。